さあ始まりました。今日も母ちゃん喜ぶ技を作戦、ポンコツパパのお料理クッキングです。さあ今日はね、中華屋さんに行ったらよく出てくる、よく出てくるというか僕大好きで頼むんですけど、単純にちょっと料理名わかんないです。トマト卵包み、もしくはなんだろうな、ふわふわトマトエッグ、ちょっと正式名称多分あると思うんですけど、いつか調べておきます。じゃあ早速やっていきたいと思います。フライパンにね、油を注いで、あれしてください。じゃあ加熱して、若干ニンニクのね味をいい味出るようにニンニクも刻んで入れていきたいと思います。あとは材料後で出しますけれど、今日で言ったらニンニク、油、トマト、卵、牛乳、塩コショウ、あと鶏ガラスープ、以上です。超簡単なんでね、パパさん頑張って作ってみましょう。これめっちゃ美味しいんでね、本当おすすめです。では刻んだ、トマト入れていきます。強火でただトマトをちょっとベチャッとなる感じまで炒めていきます。慣れもしないけどひっくり返します。一応さっと一振り塩コショウ、味の素、トマトがねベチャッとなる感じぐらいまで炒めます。でないとこうちょっとトマトのこのなんだトゲが残ってるというか、トゲじゃない、角が残ってる状態よりかはベチャッと入りまでいった方がいいんで、僕は結構炒めていきます。これほんと手軽で美味しいんで、ちょっと絶対やってみてください。トマト嫌い、トマト嫌いどうのこうのちょっと自信ないです。いいかな、だいぶなんかしとっとしてきたじゃないですか。このぐらいになったらいいと思います。はい、次溶いた卵に牛乳を混ぜたもの、あとそのまんまです。入れていきます。あとは何、スクランブルエッグ作るイメージのまんま、スクランブルエッグあとは作っていく感じです。ここで僕鶏ガラスープちょっと入れていきます。で最後の塩コショウ、はい、味付けもほんとこんな感じ。
とまってきたら完成です。そう、ひっくり返そうと思ったけどできませんでした。大丈夫、こんなのできなくたって味が美味しいんで。よし、いい感じ。ほら、はい、完成、完成です。はい、トマトと卵の炒め物、トマトエッグ完成しました。早速食べていきたいと思います。これはね、絶対シンプルで失敗しなくて美味しい。うん、あとだ、今日もじゃじゃん、うまかったー。